ダラスカウボーイズ、ダラスカウボーイズ、略称、ダルは、アメリカが州国テキサス州ダラスト市県のアーリントンに本拠地を置く NFL チーム、NFC 東地区に所属している。NFC 東地区所属で、NFL 屈指の名門、創立間もない頃、その強さから圧倒的な人気を誇ったカウボーイズは、アメリカを象徴するチームとして、 アメリカズチームと称されるようになり、現在でもこの称号が用いられることがある。1960年代以降の NFL で最も成功したチームの一つとして数えられており、スーパーボール優勝はサンフランシスコ 49ers と並ぶ2位、第5回、NFC 優勝8回を数える。またマンデーナイトフットボールでの勝利は最多の41回、これに次ぐのは マイアミドルフィンズの39回、サンフランシスコフォーティナイナーズの38回、1966年から1985年までの20シーズン連続勝ち越しの NFL 記録を持っている。経済誌のフォーブスは2015年9月、ダラスカウボーイズの市場価値を40億ドルと算定しており、リーガイスパニョーラのレアルマドリードなどを上回り、世界のスポーツチームで首位である。 また、大手世論調査会社が2015年に公表した世論調査によると、NFL で最も人気の高いチームである。1960年、AFL、アメリカンフットボールリーグのダラステキサンズ、カンザスシティチーフスの前身に対抗する形で、クリント・マーチンソン、ベイド・フォード・ウィンによって創立された。チーム名は当時、テキサス州で数千人が活躍していたカウボーイに、 ちなんで付けられた。初代セネラルマネージャーには、テックス・シュラムが、初代ヘッドコーチには、トム・ランドリーが起用された。選手は、エクスパンションドラフトで集められ、本拠地は、コットンボールとなった。1960年シーズンは1分11敗と、未勝利に終わり、翌年の NFL ドラフト1巡目全体13番目で、DT のボブ・リリーを指名した。1960年に、 QB のドン・メレディス、1961年に、RB のドン・パーキンス、LB のチャック・ハウリー、DT のボブ・リリー、1963年に、LB のリーロイ・ジョーダン、1964年に、CB のメルレンフロ、1965年に、WR のボブ・ヘイズが加入するなど徐々に戦力を整えていった。1966年に10勝3敗1分の成績で、 初のプレイオフ進出を果たし、プロボールに8人の選手を送り込んだ。1966年、1967年と2年、連続で NFL チャンピオンシップで、グリーンベイパッカーズと対戦したが劇的な決着で2年とも、敗れた。アメリカのプロスポーツ史上最も気温の低い厳しい条件で行われた967年 NFL チャンピオンシップゲームは、 アイスボールとも呼ばれている。1966年シーズンは、その後8シーズン連続となるプレーオフ出場記録の始まりとなった、後に1975年から1983年まで9シーン連続プレーオフ出場の記録を作った。1968年シーズン終了とともに、メレディス、パーキンスは引退したが1967年に、 OT のレイフィールド・ライト、九百六十九年に、QB のロジャー・ストーバック、テノ・マイク・ディトカ、RB のカルビン・ヒル、グラント・ヒルの父親、九百七十年に、CB のハーブ・アダーリー、S のクリフ・ハリス、チャーリー・ウォータースが加入した。九百七十年シーズンに、QB のクレイグ・モートンに率いられたチームは、第五回スーパーボールに出場したが、終盤モートンにミスが続き、 残り5秒でボルチモア・コルツのキッカー、ジム・オブライエンのフィールドゴールが決まり13から16で敗れた。この試合でチャック・ハウリーはスーパーボール史上唯一敗戦チームから MVP に選ばれた選手となっている。1971年の第6週から本拠地をテキサス・スタジアムに移した。チームは最後の7試合を連勝し第6回スーパーボールで マイアミドルフィンズを24から3で破り、スーパーボール初制覇を果たした。1970年代の活躍で、カウボーイズの人気は、地元、ダラスだけでなく、アメリカ中に広がっていった。チームには、で、ハーベー・マーティン、エド・ツートール・ジョーンズ、WR のドリュー・ピアソン、DT のランディ・ホワイト、RB のトニー・ドー・セットラが加わった。第10回スーパーボール。 第13回スーパーボールではピッツバーグスティーラーズに敗れたが第1回スーパーボールでデンバーブロンコスを破り優勝。1970年代の NFL で最多勝値を上げたチームであった。1980年に引退したストーバックに代わってダニー・ホワイトが先発 QB となった。1980年から1982年には3年連続。 NFC チャンピオンシップゲームに進出を果たしたが、スーパーボール出場はならなった。1983年1月3日のミネソタバイキングスとのマンデーナイトフットボールで、トニードーセットが自陣1ヤード地点から99ヤードの TD ランを上げた。1984年にバムブライトがマーチソンからチームを購入した頃から成績が低迷し、 1985年の10勝6敗から1986年は7勝9敗、1987年は7勝8敗、1988年は3勝13敗に終わった。1989年2月25日にチームはジェリー・ジョーンズに売却された。新オーナーのジョーンズはゼネラルマネージャーのテックス・シュラムとヘッドコーチのトム・ランドリーを解任。 大学時代のフットボールチームメイトでもあった、マイアミ大学ヘッドコーチだったジミー・ジョンソンを公認のヘッドコーチとした。ドラフト一巡目で UCRA の QB、トロイ・エークマンを獲得。シーズン中には、スター RB のハーシル・ウォーカーを、ミネソタ・バイキングスと5人のベテラン選手と8つの、将来のドラフト上位指名権度と,と引き換えにトレードを行った。 チームは1勝15敗と創設以来最悪の成績に終わったがトレードによって得たドラフト指名権がチームの再建に重要な役割を果たすことになる。ジョンソンヘッドコーチは1989年のドラフトでエイクマンの他に FBE のダリル・ジョンストン C のマーク・ステプノスキーを獲得1990年にエミット・スミス1991年に DT のラッセル・メリーランド、OT のエリック・ウィリアムス、1992年に S のダリン・ウッドソンを獲得した。他に、ランドリー時代からいる若い選手、WR のマイケル・アービン、G のネート・ニュートン、LB のケンノートン・ジュニア、OT のマーク・トゥイネーやベテランの手、J ・ノバチェクでのチャールズ・ヘイリーの活躍で、1989年には1勝15敗に終わったチームが、 3年後の1992年には13勝3敗の成績を上げ14シーズンぶりとなるスーパーボール出場を果たした。第27回スーパーボールではスーパーボール記録となる9つのターンオーバーを奪いバッファロービルズに52から17で勝利しジミー・ジョンソンはカレッジフットボールと NFL の双方で頂点を極めた初のヘッドコーチとなった。 翌年の第28回スーパーボールでも30から13で再びビルズを下し、プロボールにも11人の選手を送り込んだ。契約交渉が長引き、エミット・スミスがシーズン開幕から2試合欠場したこと、1993年から NFL に導入されたフリーエージェント制度に続き、1994年シーズンからサラリーキャップが導入されるめ、ジミー・ジョンソンは オーナーのジェリー・ジョーンズに人事権の異常を求めたが、ジョーンズオーナーはこれを拒絶し、第28回スーパーボールの1週間後に、ジョンソンヘッドコーチは辞任、オクラホマ大学の元ヘッドコーチ、バリー・スイッツァーが後任となった。1994年シーズンに12勝4敗の成績を挙げたが、NFC チャンピオンシップゲームで、サンフランシスコ・フォーティナイズに28から38で、 敗れた。1995年には、フリーエージェントになっていた、オールプロ CB のディオン・サンダースが、加入、12勝4敗でシーズンを終えたチームは、第30回スーパーボールで、ピッツバーグ・ティーラーズを27から17で破り、5度目のスーパーボール制覇を遂げた。MVP には2回のインターセプトでいずれも、タッチダウンを上げたラリー・ブラウンが選ばれた。バリー・スイッチャーもカレッジ・フットボール。 NFL を制したヘッドコーチになった。その後、カウボーイズの栄光を支えた選手たちのフリーエージェントによる流出、高齢化、怪我などで1997年には6勝10敗で終わった。1998年1月スイッツァーヘッドコーチは辞任しスティーラーズの元オフェンスコーディネーターであるチャンゲイリーが公認となった。1998年に10勝6敗で NFC 地区優勝を果たしたが1999年には8勝8敗に終わった。チームは1990年代を通じて NFL 最多勝ちしたチームであった。チャンゲイリーの次にヘッドコーチになったのはディフェンスコーディネーターのデーブカンポだったが2000年から2002年まで3シーズン連続で5勝11敗に終わった。ジョーンズオーナーが ゼネラルマネージャーを置かずヘッドコーチにも十分な権限を与えていないことがチームが低迷する原因だとマスコミから非難されるようになった。2003年、ビル・パーセルズがヘッドコーチに就任 NFL トップの守備成績を残し10勝6敗でプレイオフ進出を果たしたが続く2シーズンはプレイオフ出場を果たせなかった。2004年、チームはビニーテスタバーディ、 ドリュー・ヘンソンを獲得、チャド・ハッチンソンを解雇した。シーズン途中、非界 QB のクインシー・カーターを薬物乱用により、解雇、トニー・ロモが第 3QB として、ロースターに加わった。2005年、前年まで、バッファロー・ビルズでプレーし、ニュー・イングランド・ペイトリオッツ時代には、スーパーボール出場も果たしている QB、ドリュー・ブレッドソーを獲得した。2006年、 シーズン開幕前、フィラデルフィア・イーグルスに所属していたテレル・オウェンスを獲得した。シーズン途中から、ブレッド・ソーに代わって、ロモが先発 q b に昇格した。9勝7敗で、プレーオフに進出した。シアトル・シー・ホークスとのワイルドカードプレーオフでは、勝ち越し FG を狙ったプレーで、ロモがスナップをファンブルし敗れた。その後パーセルズは辞任し、後任には、 ウェイド・フィリップスが就任した。2007年チームは NFC ベストの13勝3敗の成績を残したがプレーオフでニューヨークジャイアンツに敗れシーズンを終えた。ジャイアンツは第42回スーパーボールで優勝を果たした。2008年チームは4勝1敗と好スタートを切ったがエース QB のトニーロモフ賞の影響もあり足踏み8勝4敗で12月を 迎えたが最後の4試合中1勝しかできずに9勝7敗でプレーオフを逃した。オフシーズンにチームはテレローエンスを放出した。この年でマーカスウェアが2ックを挙げた。2009年チームはカウボーイズスタジアムに本拠地を移した。この年3月実績は十分なもののトラブルメーカーのテレローエンスを解雇した。最終週に同地区のライバル フィラデルフィア・イーグルスを破り地区優勝。プレイオフ初戦でもイーグルスを破ったが、ディビジョナルプレイオフで、ミネソタ・バイキングスに敗れて、シーズンを得た。この年シーズン途中から、先発 WR となったマイルズ・オースティンが活躍。第6週にはこれまで、ボブ・ヘイズが持っていた、球団記録を更新する250ヤードを獲得、プロボールにも選ばれた。2010年、本拠地。 カウボーイズ・スタジアムが翌年の第45回スーパーボール開催地であり、スーパーボール出場の期待が高まったが、反則やターンオーバーなどにより敗戦が続き、ASQB のロモも戦線を離脱した。1勝7敗となったところで、ベード・フィリップスヘッドコーチは解任され、ジェイソン・ギャレット・オフェンスコーディネーターが暫定ヘッドコーチに就任すこととなった。 マイルズ・オースティンが故障したデショーオン・ジャクソンの代わりとして2年連続プロボールに選ばれた。デマーカスウェアが15.5サックを上げている。ギャレットは正式にヘッドコーチとなった。2011年チームは最終週勝ったチームが地区優勝となるニューヨーク・ジャイアンツとの直接対決で敗れるなど最後の5試合中4試合で敗れて8勝8敗プレーオフを逃した。 2012年、最後の2試合に連敗し、8勝8敗で、プレーオフを逃した。2013年8月、本拠地、カウボーイズ・スタジアムは、命名権契約を AT&T と12億ドルで、結び、AT&T と、名称変更した。シーズンは3年連続で8勝8敗に終わり、プレーオフを逃した。2014年、地区優勝を果たしたが、 プレーオフ2試合目でグリーンベイパッカーズに敗れた。2015年はシーズン途中でロモが鎖骨を骨折しチームは畜下会に沈んだ。2016年は開幕からロモが不勝離脱しルーキー QB ダックプレスコットを起用して地区優勝を果たしカンファレンス内で最高の成績を挙げたがプレーオフ1試合目でグリーンベイパッカーズ敗れた。 2017年は地区2位に終わり、プレイオフも逃した。2018年は地区優勝を遂げた。カウボーイズのヘルメットには銀次に、テキサス州の象徴である、ローンスター、一つ星が、紺色で描かれている。ユニフォームは、基本的に、白ジャージを着用するが、これは本来ホームゲームで着用する、カラージャージ。カウボーイズの場合は、紺よりも勝率が良いというジンクスから、 ホームゲームでも白を着るようになったことによるもの。NFL では、ホーム地位にユニフォームの色の選択権がある。これを逆手に取り、NFC 党地区のライバルである、レッドスキンズはカウボーイズをホームに迎える際に、自分たちが白ジャージを選び、カウボーイズに紺のカラージャージを着用させている。ダラスカウボーイズには、背番号の枯渇を防ぐためか、永久欠番の精度がない。 その代わりに、著名な活躍をした選手及び関係者を表彰する、リング・オブ・オーナーという制度がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。